そもそも先進国だけで話し合いをするっていうことが疑問です。もっと貧しい国、それから今戦争している国などなどの意見を集約しながら、ただ仲良くお食事するだけではとっても疑問に思いますので、軽井沢の住民として駆けつけました。私たちが掲げている平和だとか原発反対だとか、あるいは、今汚染水の問題とか様々な問題について、やっぱり前向きに、みんなのためになるように議論されるんじゃなくて、大国の利益が守られるような議論ではあってはならないということを思いますね。